皆さんこんにちは、ナイトです。ということでお待たせいたしました、2019年買ってよかったものランキングトップ10です。イエイ、ということで、毎月ね買ってよかったものランキング、やってきたんですけど、2019年総合で、買ってよかったものランキングトップ10を発表したいと思います。で、まあ、過去のランキングは月ごとにやってるんで、その月に買ってテンション上がって、うおーこれいいじゃん1位だよみたいな感じで作った動画もあるんですよ。でも今回のはもう年間通して本当に使い続けたなっていう、そういうものをね、ちゃんとご紹介したいと思います。さあ、それでは早速第10位の発表です。第10位はこちら。はい、ということで、こちら編集部屋に移動してきました。この中に第10位のものがございます。第10位はこの MacBook Pro ではなく、隣のこちらウルトラワイドモニターでございます。パチ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 。何が普通のモニターと違うかっていうと、これがね編集の時にものすごく使いやすいんですね。これね、カズさんが、紹介していて、でそれを見て買ったんですよ。で使ってみてものすごく良かったんです。こうやって一覧でね横長なんで、いろんなね素材を配置できるんですよ、一画面に。もちろん MacBook のこの画面だけでやることもあるんですけど、全然ね効率はこっちの方がいいです。ということで第10位はこちらのウルトラワイドモニターでございます。確か買ってよかったものランキングの中にはランクインしてなかったかな。で、自分も2019年に振り返った時に何をずっと使ってたかなっていろんなのを見返した時に、これはもう間違いなく使用頻度が高かった、動画編集する人には抜群に向いてます。さあ、続いて第9位、9位の発表はこちらです。ダダン、 Apple Watch シリーズ5ではなくて、このApple Watch のアプリ、Things 3というアプリになります。こちらですね。この iPhone 版だと Things って書いてある、このアプリになります。これ一体何かっていうと、To Do リストなんですよ。で、この iPhone 版でももちろん使えるんだけど、威力を発揮するのは、この Apple Watch と組み合わせた時なんですよ。ここのね、センター画面に配置できるんですよね、To Do リスト。で、今だと、浅草のワークホリック。まあこれね、椅子を買いに行くっていうね、メモなんですけど、ここね、並べることができるんですよ。で、これの何がすごいかっていうと、このトゥードゥリストを3つまでメイン画面に配置できるんですよ。これが他のアプリだとできないですね。トゥードゥリストの1件だけしか表示できないんですよ、メイン画面に。通常だったら。だからそれが一覧で見れてとっても使いやすいです。で、僕はどういう風に使うかっていうと、もう本当にちょっとした買い物とか忘れないようにしようとかっていうメモをここにね、すかさず入れるわけですよ。例えばトイレットペーパーを買う。で、そうすると、はい、今ね2つ目にトイレットペーパーの文字が出てきました。こうすることでパッと見た時にすぐ一発で見えるし忘れないんですよ。ティッシュを買う、ここのトップ画面に3つ表示されてるんですよ。これ地味だけど他のだとできないんですよ。普通のだったらもうここに1つだけティッシュを買うしか表示できないんですよ。でもこれだと最大3つまで表示できると。例えばこの iPhone のトゥードゥーリストの中に入れても見ないんですよ。わざわざ開いて何かなっていちいち確認しない。でもアプローチだったらパッと見た時に、あ、そうだこれやんなきゃっていうのがもう何回も意識しないでも目に入ってくる。なのでトゥードゥーリストの本当にトゥードゥーリストらしい使い方ができるんですね。なので僕みたいに超めんどくさがり、トゥードゥーリストさえも、使えないってぐらいのめんどくさがりの人でも、これだったらメモとか忘れ物をしないようにとか地味に役に立ちます。なので僕はもう買ってからこの配置を壊してないです。アップルウォッチシリーズ5買ってからずーっとこの配置です。ずっとね、もうこの時間表示、カレンダー、アクティビティ、充電、そして真ん中にこのシングズ3っていうアプリ。値段はねちょっとするんですけど、でも僕的にはすぐにペイできるかなっていう感じですね。ぜひ忘れ物が多い方とか、何かメモしときたいなっていうことがパッとね頭に浮かんで、だけどその場になんかメモ帳とか持つのもめんどくさいっていう方はぜひこれ使ってみてください。おすすめです。で、番外編としてアップルウォッチシリーズ5はどうだったかっていうのをねお伝えしたいと思います。アップルウォッチシリーズ5は、買わなくていいと思います。シリーズ4持ってる方はもちろん買わなくていいと思う。で、シリーズ3でも十分だと思います。シリーズ5になってこれめちゃめちゃ良くなったってことは一つもありませんでした。なのでわざわざ買い替える必要はないと思います。シリーズ6まで待った方がいいと思います。ただ、Apple Watch は僕は結構使用頻度が高くて、この Things と、あと Apple Pay。 Apple Pay はものすごい便利です。駅の改札もこれでピで、コンビニの支払いもこれでピで、ね、カフェとかでも今 ID 結構対応してるんで、もうこれでピ、もうお財布もスマホも出さないですね、お会計の時に。これ慣れちゃうとやっぱり便利だなと思います。ただ一つ難点は充電がめちゃめちゃ持たない。これはどうにかしてほしい。
これがね充電1週間ぐらい持つんだったら、Apple Watch ねさらに便利になると思います。ということで道が逸れちゃいましたけど、僕が第9位に選んだのは Apple Watch の中に入れるアプリ、Things 3 です。さあ続いて第8位いきましょう。第8位はついこの間紹介したばかりのものです。はい、皆さんもお気づきでしょうか。はい、こちらです。前回12月の商品紹介で第1位に輝いたユニクロのカシミアチェスターコートでございます。まあ、詳しくはね、前回の12月の買ってよかったものランキングを見ていただければね、より詳しく解説してるんですけど、今日も着てるぐらいなんで本当に手放せないです。いつも出かけるときはアウターこれですね。大定番になってます、僕の中で。今年の冬はこいつに一番お世話になりました。シルエットもかっこいいし、で今値段も安くなってました。12月の動画作った後に最後 URL 載せてるんですよ、商品のリンクので。それで見たらこれ俺が買ったときは1万4800円だったのに、今なんと9900円になってました。お買い得です。僕は回しもんじゃないですよ、ユニクロの。はい、ということで第8位はチェスターコートでございました。さあ続いて第7位、おお渋谷君。第7位はこちらの冷蔵庫の中に埋まっております。第7位はこちら、じゃじゃん、オイコスでございます。このオイコス何がすごいかっていうと、なんとタンパク質がこれ一つで9.7g 入ってます。なのに脂肪がゼロなんです。あれは遡ること半年前、ライズアップというものに通っていました。本当にお世話になりました。その時にね、筋肉をつけるバルクアップというものをやってたんですね。でその時にやっぱりタンパク質を食べなきゃいけないんですよ。だけどやっぱり脂肪はつけちゃいけないと。でそういった時に甘いものが食べれなかったんですよね。でも唯一許されたのがこのオイコスなんですよ。これだったら食べていいというトレーナーさんからの許可が出まして、その時には何度も救われた。ですごいのがこのオイコス、普通のヨーグルトよりも美味しいんです。こんなに脂肪ゼロでタンパク質が入ってんのに普通のヨーグルトより美味しいの、これマジで。で俺はこれに救われた命の恩人なんです。もう足向けで寝れないの、オイコスに。で、僕は今も食べ続けてます。で、オイコスと一緒で、僕がねもう一つ救われた商品、それがですねこちら、甘竹さんのサラダチキン。これもめちゃめちゃうまい。サラダチキンの中だったら、一番美味しいです。本当に自信を持って勧められる美味しさです。でただ甘竹のサラダチキンはどこのコンビニでも買えるってわけじゃないんですよ。まだね置いてあるコンビニがニューデイズとかローソンとかの一部なんですね。だから少し手に取りにくい状況かもしれないです。ただオイコスはどこのコンビニ行っても結構な頻度であります。なのでまあちょっとね試しにね手に取ってほしいなってことで、オイコスをねランクインさせました。ぜひ皆さん見つけたら食べてみてください。次行きましょう。はい、続いての商品も超おすすめです。それがこちらです。デレン。それでは第6位の発表です。第6位はこいつだ。デデン、流せるトイレブラシでございます。デレデデデデン。はい、これも、以前のね買ってよかったものランキングで紹介しております。このセットなんですね。こちらスクラビングバブルの流せるトイレブラシ、これ簡単に説明すると、まずこのね洗剤がついた、ブラシの先っぽがあるんですよ。でこれをここに挟み込むと、でこれでこするとここのね洗剤が溶けて汚れが落ちるんですね。で終わったらここでパチッと外してこれだけを流すという。だから手が一切汚れません。清潔です。はい、元からなんて綺麗なんでしょう、オルタナハウスのトイレは。これをねこれがあるじゃないですか、ちょんちょんとつけるんですよね。でそうするとほら薬剤が溶け出すんですよね。でこれで磨くと。はい、で一通り磨きました。そうしたらこれをポチッとな、あとは流してバイバイ。これで完了なんです。一切手が汚れません。2019年ねリアルに使ってる商品だったらもう間違いなくランクインします。ということで第6位でございます。ということで、第10位から第6位まで、一気に駆け足でねえぐってきました。そして5位から1位は場所を移動します。僕の家に移動します。5位から1位はやっぱりね生活に根ざしたものですね。本当に日常使いしててもう気づいたらは生活便利になってるなっていう、そういう商品ばかりです。それでは早速僕のお家へ行きましょう。はい、ということで自宅の方にやってまいりました。あと少し髪を切りました。はい、ということで、まず第5位の前に番外編を一つ紹介したいと思います。まあ言うならば第11位、それがこちらにございます。こいつだ。
ダダーン、こちらユニクロ U のヘビーウェイト T シャツでーす。デレデデデリーン、今まで僕はビーフィンのね、T シャツを着てたんですね。でそれ結構世間的にも評判良かったんですけど、こっちのユニクロ U の T シャツの方が断然いいです。しかも値段が1枚1000円、しかもカラーバリエーションがめちゃめちゃ豊富なんですよ。でこの色とか僕が今ねこの下に着てるのも、同じ T シャツです。でそれからというものはもうビーフィーのから一気に全部取り替えました。何がいいってもう生地のね厚みしっかり度具合がものすごくねいいんですよね。だからこれ1枚で外に出てもいいし、インナーとして中に着てもいいし、どっちでも本当に使いやすいです。なのでこれもそうでしょ、であとこの色もそう。なので多分ねもうこれは2020年でも2021年になってもこれがね販売し続けてる限りは僕はこれを使い続けると思います。もうこれがね T シャツの完成形と言ってもいいぐらい、過言ではないぐらいです。ぜひ皆さんもねユニクロ行ったら、定番商品としてねもう置いてあると思うんでね、ぜひ手に取ってみてください。ということで、本編に戻ります。それではランキングベスト5位はドゥルドゥルルルルルー、またしてもここです。ダダン、この服ではなくてバスケットローリーハンガーラックでございます。でそれと合わせてこちらのね洗濯カゴ、これと2つ合わせて同時ランクインです。これが私の第5位でございます。以前の新居紹介にもこの2つをね紹介してるんですよ。でこれがねものすごく便利です。クローゼットにしまう収納じゃなくて見せる収納って感じなんですよね。まあ、まずね見た目がスリムなんで置いといてもねおしゃれに見えるっていう。で洋服っていちいち畳んでしまうって面倒じゃないですか。で僕はもう洗ったものをそのままこのハンガーにかけてもうほぼ T シャツとかも全部吊るしておくんですよ。そうすれば畳む手間もないし、しかもシワも伸びるし一石二鳥なんですね。なのでこれを買ってから畳むっていう習慣がなくなりました。もうこれマジで僕使ってるものなんで、もう一個追加注文しました。これだけだとちょっとパンパンにものになり始めちゃってるんで、もう一つ置いてちょっとね二段構えで、使っていきたいと思ってます。でこの隣のこちらですね、このバスケット、これもね新居紹介の時に紹介したんですけど、もう未だにずっと使い続けてます。ここの2つはね僕の中で定番ですね。1段目にこれ靴下を入れて、2段目に、パンツ、そして3段目はねこれスポーツ用の T シャツとかを入れてます。で洗濯物が終わったらもうここに投げ込んでいくだけなのでね、丁寧にしまったりする必要がないんですよね。でしかもねこれ外れるんですよ一個一個で、こういうところも便利ですね。なのでこの2つはね違う商品なんだけど、もうセットでもう僕はね愛用してます。 URL 貼っとくんでね、気になる方は見てみてください。で実際僕の周りの人たちも僕の動画見てくれて、これを買ったっていう人がめちゃめちゃ多かった。なのでぜひ皆さんもね、その畳むのがめんどくさいとかね、一人暮らしでそんなにね服の量がないっていう方はこれで十分だと思います。さあそれでは続いて第4位に行きたいと思います。第4位もこれ新居紹介で多分紹介してます。それがこちら、この隣です。ダダン、ダイソンの掃除機です。マジでダイソンはいいです。もうこれはね使ってる人多いと思う、言わずもがな。まず何といっても吸引力、これがね気持ちいいぐらいに吸ってくれます。なので掃除機かけるのがね楽しくなります。もうスムーズに髪の毛とかをね吸ってくれるんで、掃除をしててね苦じゃないんですよ。気持ちいいっていう感覚になるんですよね。で合わせてよかったのはこのねスタンド、これは純正品とかじゃなくてあの別売りのねサードパーティー製なんですけど、これがねものすごく使いやすいんですよね。あの備品とかも立てかけておけるし、ここにねセットすることでカチッともう自動的に充電される。で立てかけておけるんで収納的にもスリムなんですよ。これもね合わせて URL 貼っときます。でこのスタンドはねオルタナハウスでも愛用してます。なのでダイソン買う方はこれセットで絶対買った方がいいと思います。で、僕が買った方はダイソンの V7 スリム SV11 というものでございます。これは日本用にねちょっとスリムな形になってるんですよね。ただ男の一人暮らしとかだったらそんなにゴミも落ちないんで、もうこのスリム型でね十分です。この吸引力で十分ね掃除して綺麗になりますんで、スリム型も結構おすすめです。ということで第4位はダイソンの掃除機でございました。おすすめです。よいしょ。ということで第4位まで行きました。ここで買って後悔したものもご紹介したいと思います。僕はこの家に来ていいかなと思って買ったんだけど、結局ねあんまり使わなかったもの、それをねご紹介したいと思います。買って後悔したものランキングベスト1はドゥルドゥルドゥル、こちらの冷蔵庫でございます。あのこの冷蔵庫のね、品が悪いってわけじゃないです。男の一人暮らしに冷蔵庫意外といらないな説がね浮上したんですよね。物自体はこれ結構いいんですよ。ただ開けてみると見てください、オイコスしか入ってないんですよ。ほらちゃんと自腹で買ってますよ、オイコス毎回毎回。
ランキングに嘘はないですから。ただいらないんですよ冷蔵庫自体が。見てここら辺とか全く使ってないの。氷もこれ初めに作ってずっと放置してると思う。でここにアイスが2つ。寂しい。一目で分かるように全く使ってないんですよ。初めはねあればなんとなく便利かなとか、常識的に冷蔵庫ってみんなの家庭にあるからまあ1台買っとこうかなと思ったんだけど、結局必要ない。っていうのも、まあ、僕の家の近く歩いて 100m 以内にコンビニがねもうあるんですよ。なので夜ご飯とかそこで買って、その場で電子レンジでチンして温めてもらって、で家に持って帰ってきて食べて、でゴミを捨てる。でその手順でもう冷蔵庫が発生しないんですよ必要な場面が。で夏場とかだったら必要になるかなとも思ったんですけど、夏場でも俺自販機でジュース買ってその場で飲んで、で冷やすってことしないんですよ。だから調理しないんだったら本当にいらないなと思いました冷蔵庫。だから僕の場合は買うとしても冷蔵庫じゃなくてウォーターサーバーとかを契約すればよかったなと思いました。本当に必要なのはね、冷えた水、お湯ぐらい出ればもう十分なんで。ということで、番外編、買って後悔したものランキング第1位は冷蔵庫です。さあということで久々にもう一つの方の部屋に来ました。こっちの部屋はですねもう全然使ってないですね。なぜかっていうと、ここクーラーないんですよ。クーラーつけてないんで寒いんですよね。だからもうここに来る頻度が減っちゃってあんまり利用してないです。まあせっかくなんでね、ここで第3位を発表したいと思います。それでは2019年に買ってよかったものランキング第3位はこちらです。ダダン、 AirPods Pro です。これはですね、先月11月買ってよかったものランキング堂々の1位、ダントツの1位で挙げていたものです。もうその動画を見てもらえれば詳しく説明してるんで、あんまりここでは、ね、詳しくやるんですけど、もうとにかく毎日使ってます。で、もう耳へのフィット感だったりノイズキャンセリングだったり、使ってて不満なところが一つもないですね。で、しかも俺がお気に入りなのはこのコンパクトさ。ノイズキャンセリングついてるのにこんだけちっちゃいんですよ。なのでポケットに入れてもそんなにかさばらない。これはね、最近出したアップルの中でもねダントツでいい商品だと思っております。ぜひこれはね皆さんおすすめです。さあ続いて第2位。第2位も365日中363日使ってたと思います。それぐらい毎日必要不可欠なものです。それがこちら、ダダーン、アンカーの充電器、そしてこの巻き取り式ケーブルのセットでございます。これもうアンカーのね、この充電器は名作中の名作で、いろんな人がレビューしてるし、みんなが絶賛してるものですね。で僕も2019年じゃなくてもっと前にねレビューしたと思うんですよ。でそこからもうずーっと使ってます。一回紛失したけどもう一回同じものを使ってます。で周りにも結構ねこれを愛用してる人やっぱ多いですね。いい製品だから。でこれのいいところはもうこのままねここにぶっ刺すと自動的に充電されると、この中に。で満タンになったらこれを抜き差ししてモバイルバッテリーに早変わりっていう。コンパクトだけどね、どっちでもここでも充電できるし、外してもモバイルバッテリーとして充電できるっていう。これがねとってもいいです。でさらに僕がおすすめなのはこのね三つ股に分かれてる巻き取り式ケーブル、これがおすすめです。カバンの中がね配線でぐちゃぐちゃにならない。で線をいくつも持ち歩かなくても済む。こういうところで巻き取り式ケーブルはおすすめなんですよ。しかもこのね3口に分かれてるやつ、ついてるのはライトニング、USB-C マイクロ USB ですかね。この3つが付いてれば充電できないものはないんですよ。もうほぼほぼ僕の持ってるものは対応できる。ただ別々で持つとものすごく手間なんだけど、これ1本にね、ついてるんで非常にねスリムになって持ち運びしやすいです。ただ1つね、お伝えしたいのがこの巻き取り式ケーブルとかっていうのはもう使い捨てです。もうやっぱりどうしても寿命が来るものです。なので永遠に長く使えるっていうものじゃないんで、一つね配線が切れて給電できなかったらまた新たなのを買うっていう。僕はそこ諦めてます。あのレビューとかを見てもすぐ壊れたとかいうねレビューあるんだけど、もうこれはね仕方ないと思います。これはもう使えなくなったらそれまでの寿命なんだなっていうことでまた買い足す。僕もねこれずっと使ってるわけじゃなくて、この巻き取り式ケーブルはねもう2回くらい買い替えてます。でもそれでも使いやすさはこれが便利なんで使ってますね。僕が使ってるのはパッサールっていうねメーカー、ずっとこれを使ってます。はい、壊れないわけじゃないけどまあ旧代でデザイン的にいいんで、買い続けてるって感じです。僕はこのセットもうこれ必需品です。どこ行く時もこれ持ってきます。ということで、私の第2位2019年買ってよかったものランキング、アンカーの充電器、そしてこの巻き取り式ケーブルでございます。そしてついに第1位でございます。皆さん何だと思いますか？2019年買ってよかった
ったものランキング第1位はこいつだ。第1位はこちら BDSX110C ドラム式洗濯機です。ディレデデデディン、こいつが2019年の第1位でございます。ちょうど今ね、もう乾かしてます。ちょっと今ね、ちょうどね使ってる最中でうるさいんでね、今出てきましたけど、乾燥機付き洗濯機はもう生活を変えます。買ってない人は今すぐ買い替えた方がいいと思います。皆さん冷静に考えてください。洗濯をするってものすごい手間なんですよ。まず洗うでしょ、そして取り出してベランダに干す、そして取り込む、畳む、でしまうっていう、もうめちゃめちゃ、ね、工程の作業多いんですよ。でそれをなんとかして、ね、やっぱね減らしたいんですよね、僕的には。だって無駄じゃん、好きでもないのに洗濯、そんなに時間かける意味ないなと思って。でその時短するためにはやっぱりね、乾燥機付きのドラム式の洗濯機最強です。その日着たものをお風呂入るときに全部ドラム式の乾燥機の中にぶち込むんですよ。である程度溜まったらボタン一つ押すだけ、それでもう全部乾燥までやってくれて、もう3時間後にはそれをまたすぐ切れるっていう。なので洗濯に関するストレスというか作業が一切なくなったんですよ。ボタンを押すだけ、高い買い物ですけど一番見返りが大きいです。生活に対する時間的に見ても体力的に見てもものすごく節約効果が大きいと思います。で洗ったものを、もう畳まずにここにかける、ここにぶち込む、これでおしまいです。これで常にねサイクルができるんで、もう洗濯物が散らばることがないんですね。もうカゴに入れてこっちに直接出てくるんで、でそのまんま切るっていう、ものすごくスムーズです。シームレスになりました。なのでね、 BD の洗濯機がいいっていうよりかは乾燥機付きドラム式洗濯機がいいっていうことです。やっぱりミニマリストの方でも多いですよね、洗濯機ドラム式のやつを使ってるっていう方で。僕もそれはねすごく共感します。であと一つ言えるのはこちら見てください。これ洗剤と柔軟剤を自動投入なんですよ。自動投入機能あった方が絶対いいです。自動投入あれば毎回ね継ぎ足しいらないんですよ。もう本当にボタン一つで洗剤の量も柔軟剤のタイミングも全部合わせてくれるんですよ。だからその自動投入に使わないとボタン一つ押す前にその洗剤を測っているっていう行為が生まれちゃうんで一つ無駄です。なので少しお値段上がっても型落ちだったらだいぶ安くなるんで、自動投入機能がついてるものを買ってください。絶対そっちの方がいいです。ということで最後まで見てくれてありがとうございます。役に立ったらぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もお願いします。それじゃあまたね、バイバイ。